これから見る物語のあらすじを大発表。仕方ないな。お前らのチケット代に免じてやめておいてやるよ。ぷぷぷぷぷ。僕って大人の事情がわかるクマだからね。その代わりにお前らを思いっきり魅了することを約束しましょう。ワクワクのドッキドキのステージの始まり始まり。ねえ、聞こえる？ねえ、大丈夫？よかった。目が覚めたんだね。ここは？海？なんで？いきなり海って。砂浜？いや、なんでこんなとこにいるんだよ。だって、俺は今日入学式で。やっぱり君もなんだ。僕も向かっていたんだよ、希望ヶ峰学園の入学式に。そうだ、希望ヶ峰学園。じゃあ俺と同じ新入生？僕は駒枝なぎと、君は日向はじめだ。日向君、よろしく。ああ、なあ、ここはどこなんだ？さあ、僕も気づいたらここにいたから、校門を通ったところまでは覚えてるんだけど。俺もだけど、そんなのおかしいだろ。いきなりこんな南国にいるなんて。もしかしたら何かの試験なのかも。試験？入学式に見せかけて僕たちの才能を試すための特別試験に連れてこられたのかなって。いや、そんな無茶苦茶な。いくら超高校級の才能が集まる希望ヶ峰学園だって。そうだ、平田君の才能は何なの？ああ、俺の才能は、あれ、思い出せない。ああ、混乱してるみたいだね。仕方ないよ、こんな状況だから。なんでこんなことになってるんだよ。せっかく希望ヶ峰学園に入ったのに。ようやく目を覚ましたか、グーミンが。戸上君、大丈夫ですか？彼らも希望ヶ峰学園の生徒だよ。あ、じゃあお前たちもなんでここにいるのかわからないのか？はい、気がついたら目の前に海が広がっていて。なぜでしょう。でも私、海というものを初めて見ました。感動ですね。目に焼き付けておけ。少しは貴様のアストラルレベルもマシになるだろう。はい。ここは四方を海に囲まれた無人島だった。無人島？じゃあ僕たち以外人が誰もいなかったってこと？人がいる島をお前は無人島と呼ぶのか？いや、しかも見たところ外との通信手段も存在しない。いや、ちょっと待てよ。無人島って俺たち今日が入学式だったよな。ソニアさーん、ソーダさん、そちらはどうでしたか？やはり外に出る手段はなさそうだ。ああ、でもちゃんとしたホテルがあったんですよ。意外と、つかすげえ綺麗でした。食料もたくさんあったわよ。ほら、これなら何日でも過ごせそう。調理は僕に任しといて。南青山仕込みの腕を振るってあげるよ。なぜ無人島なのにホテルや食料があるんだ？そりゃあ希望ヶ峰学園が用意したんじゃねえか。希望ヶ峰学園か？だってこれ新入生歓迎レクリエーション的なやつだ。いきなり海なんて随分とサプライズだよね。もしくは特別な入学試験とか。いや、レクリエーションや試験なら先生や職員がいないのは不自然じゃないか。いや、先生なら一人いたぜ。はおっさんおめえが泳ぎがいけるなんて驚いたぜ。いや、しかしお前泳ぎじゃ泳ぎと陸は見えんちゃったの。おめえ強えだろ。なあ、俺と勝負しねえか？いいね。人間風情が生きたところで俺様の邪気腕の前では慈悲に等しい。おめえもやるか？てんてるてん、皆さんお揃いですか？なんだ、我が三つの目はごまかせんぞ。そこだ。ひなたくん、はじめまして。うさぎ？あちしはうさみ。皆さんの先生なんです。ってそうみたいなんだよね。ウサギの専攻ってガキかよ。こいつらも希望ヶ峰学園の生徒なのか？うん、超高校級の才能を持つ希望ヶ峰学園の生徒だよ。これで全員揃いましたね。それでは皆さんにはこれからドッキドキの修学旅行を楽しんでもらいまちゅ。修学旅行？これは希望ヶ峰学園の修学旅行ってこと？皆さんはこの島でほのぼのーと暮らしながら仲良く絆を深めていってください。絆が深まったと感じたら島の外にみんなで帰れまちゅ。やっぱな、そういうことだと思ったぜ。なんかわからんが楽しそうじゃのう。素敵なシチュエーションだね。いや待てよ、そもそもどうやって俺たちをここまで連れてきたんだよ。まあ修学旅行なんだから楽しめばいいんじゃないかな。奴は俺たち全員をいつの間にかこの南の島へ連れてこさせる力を持っている。どんな方法かは知らんが今は逆らわん方がいい。いやだけどてんてろてん、早速皆さんにプレゼントでちゅ。えい水着？浮き輪？シュノーケル？うおってことは泳げってことか。海じゃ！海じゃ！海！太陽！修学旅行！暑いっす！この制圧せし氷の覇王がゴミどもと戯れるか。よし早速行くか。男子もいるんだよ。別に関係ねえだろ。いろいろ問題あるからとりあえずこれ履くっつー。ほらあっちで着替えるよ。水着なんていらねえのによ。ダメダメ。あれれ、どうしたっすか？私泳がない。なんで？ひよこちゃんも泳ごうよ。その私自分で帯結べない。私がやってあげるよ。本当に？うん、簡単な結び方でよかったら教えてあげられるからさ。うわー、小泉お姉大好き。じゃあみんな行こう。そうさ、目が動かしましたちょっと男子、あんたたちはあっち。ほんと童貞って好きあらば女の裸見ようとするよね。キモい。ああ僕って言葉詰めにも弱いんだよな。おおストレートな変態だな。すがすがしいぜ。わしちょっとあっちの方にセミエビみたいなのがおったから拾ってくる。気をつけて行ってきてね。どいつもこいつも浮かれやがって。ガキどもが。男なら普通覗くだろ。海だぞ水着だぞ。あ日向君、僕のことなら男の水着でも興奮できるから気にしなくて大丈夫だよ。いいか、女子たちが戻ってきたらみんなで海にダイブだとな。いやでもまったくこんな状況で遊べるやつらの気が知れんな。おめえば遊ぶ気満々じゃねえか。遊びではない。この島から脱出する方法を探るためだ。戸上の名にかけてな。みんな楽しそうだよね。いいのかこれは。ただ俺も楽しめばいいのか。あ、二大君、セミエビいた？おらんかったよ。業務用のでっかいサラミだった。何を言うの。ああこれ一人でやってもつまらんからみんなでやろう。いいね、ビーチフラッグだな。いいのか、俺様が本気を出したら世界は滅亡するやもしれんぞ。日向君はやらない？分かったよ。もういい、もう分かった。俺も楽しんでやるよ。南国の海を満喫してやるよ。しそれじゃあ位置についてよーいドン。あっ何すか何かどうしたっすか。なんだよこれ。うぽぽこいちゃった。びっくらこいちゃった。長らくお待たせしました。前置きはこれぐらいにしてそろそろ真打ちの登場でございます。うわそんなまさか。いやーお待たせしました。そしてお久しぶりでございます。誰だ。僕はモノクマ、この学園の学園長なのです。希望ヶ峰学園の学園長？俺の名前は日向はじめ。ずっと憧れていた希望ヶ峰学園に入学したはずだった。希望ヶ峰学園は超高校級の才能が集まる本当にすごい学校で、なのに俺は自分の才能が思い出せない。てかなんでこんな南国にいるんだよ。みんなはこの状況に適応できてるみたいだけど、やっぱりそういうところも超高校級の才能なんだろうな。やあ、僕は駒枝凪人。超高校級の幸運が僕の才能。希望ヶ峰学園は毎年全国の一般的な高校生の中から抽選で選んだ1名を超高校級の幸運として入学させるんだって。1名？しかも抽選？驚くよね。僕なんかが選ばれるなんてさ。本当に超高校級の幸運の持ち主なんだな。ソリア・レバーマインドと申します。ごきげんよう。ソニアさんは高校生にしてノボセリック王国の王女、正真正銘の超高校級の王女だね。これまで同年代で対等の友人なんて一人もいませんでしたので、皆さんで何かをするということがとても新鮮な。褒めて使わします。日本語がちょっとな。俺はソーダ和一っつんだ。おめえらソニアさんに気安く話しかけんな。ソーダ君は超高校級のメカニック。何でも解体して何でも作れちゃう天才。へえ、すごいな。よろしくソーダ。おう、なんだおめえいいやつなのか。でもソニアさんは絶対に渡さねえかんな。女の子には免疫なし。なるほど。ミオダイブキのダーにミオダイブキのイにミオダイブキの武器でミオダイブキです。ミオダさんは超高校級の軽音楽部、超人気女子高生ガールズバンドでギターを担当してたらしいんだよ。高校生の違いで脱退しちゃったんすけどね。あ、これバンド時代の CD っす。放課後ボヨヨンアワー。ギリギリのタイトルだな。彼女は超高校級の保健医。怪我や病気をしたら彼女を頼ることになるだろうから仲良くしといた方がいいよ。今すぐ消えますので、嫌わないでください。どうやったらそんな転び方になるんだよ。すみません。僕の名前は花村てるてる。巷じゃ超高校級の料理人なんて呼ばれてるけど、料理するのは食事だけじゃない、女心もこしらえるのさ。こいつ危ないやつだよな。否定はしないけど花村君の作る料理は超一流だよ。料理と性行為が紙一重とは全くよく言ったものだよね。私はね、西園寺ひよこっていうんだ。西園寺さんは超高校級の日本舞踊家という才能の持ち主で、海外なんかでもバリバリ公演してるそうなんだよ。へえ。ってさっきから何やってるんだ。プチプチアリタン潰してんの。楽しいよ、一緒にやる。見た目と言葉のギャップがすごいな。うるくすくす。私は小泉真昼。なんか大変なことになっちゃったね。小泉さんは超高校級の写真家。いろんな賞を受賞してて将来を有望されてるカメラマンなんだよ。芸術系全滅の俺には羨ましい才能だな。残念だけどもう私の中では頼りない日向君ってインプットされたから取り返すの大変だよ。もっと男らしく頑張りなさいよね。ああ、よろしく。クズう冬彦だ。ジロジロ見てんじゃねえぞ。あっ、クズリュウ君は国内指定最大の暴力団クズリュウ組の跡取りと目されてるから、ま、いわば超高校級の極道だね。消えろ、俺はてめえらなんぞとなれ合う気はねえ。はあ、かわいい顔してやたらと態度の悪いやつだな。ペコ山ペコだ。超高校級の剣道家という才能の持ち主で、大の大人でもなかなか勝つことのできない剣道の達人らしいんだよ。かわいい名前からは想像もできないな。うん、またつまらぬものを切ってしまったな。わしは二代猫丸じゃー。二代君は超高校級のマネージャーだよ。マネージャー？え、この人マネージャーなの？無名の不良校のラグビー部や廃部寸前だった野球部なんかを全国大会優勝まで導いたそうだよ、ね、わしの秘密を教えてやろう。わしはこう見えて3ミリ程度浮いとるんじゃ。いや、浮いてないでしょ。浮いてるー。なんかそうなのよ。二代猫丸事故系っても忘れるなー。俺は尾張茜ってんだ。腹減っちまったさ。尾張さんは超高校級の体操部でも基礎とかはめちゃくちゃで、オリジナルの技ばっかり連発してるんだって。うん、ルールとか難しいことわかんねえしな。確かにすごい筋肉だな。触ってみるか。ああ、いや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 、日向君って肉感的なボディが好みなんだね。誤解を招く言い方はやめろ。俺様は田中ガンダム、いずれ世界の全てを統べる男の名だ。彼は超高校級の飼育員、動物と会話することもできるらしいんだよ。うん、わっ、あ、ハムスター？ハムスターだよな。破壊神暗黒四天王だ。俺様を怒らせるなよ。手加減には慣れていない。ちょっと俺の名は戸上白夜だ。これでいいだろう、下がれ。すごい威圧感だな、体格的にも。戸上一族の御曹司で、あらゆる帝王学を叩き込まれた人物、まさに超高校級の御曹司だね。漫画家、ゲームみたいなやつだな。話は終わったはずだ。いつまでそこに突っ立っている。ふん、あいつとは合わなそうだ。ゲーマーなので趣味はゲームです。あ、名前は七海千秋でした。よろしくね。ああ、よろしく。ってなんか会話のテンポがおかしくないか。マイペースなんだろうね。私って自分の頭の中でテキストがうまく固まってからじゃないと話せないんだ。はあ、あ、眠くなっちゃった。ちょっと大峰学園の学園長？ウサギの先生に熊の学園長か。邪気腕がうずくわ。この覇王が滑る大地にふさわしい。いやいやい、あんたの好きにはさせません。皆さんはあちしが守る。守る？うるさい。あいつさっきと見た目変わってねえか。体が半分ピンクになってるっす。モノクマ、なんで近くに。お前の立ち位置があやふやだから僕の妹のモノミって設定にしたの。今からだけどね。外道でちゅ、まさに外道でちゅ。おい、貴様の目的は何だ。うぷぷぷ、こちらのフィリップをご覧ください。殺し廃修学旅行の指織殺し合いだって。この島から出たければお前らで殺し合いをしてください。いやいやいや、ちょっと待てよ。なんで修学旅行が殺し合いになってんだ。殺し合いを生き残った生徒だけがこの島から出られます。逆に言えばそれをしなければ島からは出られないってこと。島から出る生徒には奪われた2年分の学園生活の記憶もお返しします。はっ、奪われた記憶だと。そんな2年分の記憶って一体どういうことだよ。それってつまり記憶喪失そういうことっすか。冗談きちいぜ。っていうかおかしいだろ絶対。自分のことはもちろん名前も家族のことだって記憶ははっきりあるのに。でも俺は自分の才能を忘れてる。そもそも人格を保ったまま特定の時期の記憶だけを操作することなど可能なのか。でもこれが本当だとしたら学園からいきなり連れてこられて今はここにいることも説明がつく。ちょっと待ってよ。僕たちが覚えてない時間が2年間も過ぎてるっていうの困るよ。あんなクマの言うこと信じんのかよ。だってさ、うっせぇさ。キンキンわめくんじゃねえ。わわわわわ、こんなのダメですよ。お黙りなさい。物見って頭の弱い子。待て、さっきから好き放題やるよって。あの白黒のやつをぶったたけはいいんだな。この体育会系軍団が承知しないっすよ。おーよ、はい、いけなんだエクストリーム。お前ら無残な海の藻屑になりたくなかったら僕には決して逆らわないことだね。トリックなどではない、本当の雷のようだな。はあ、なんだよ、やべえよあいつ。雷を落としやがった。こりゃシャレにならんの。力ずくではここから出られねえってことかよ。困るよ。僕は実家のレストランを継ぐ予定なんだ。2年間もほったらかしなんてどうすればいいのさ。私も王女としての責務がどうなっているのか。息吹的には今の音楽シーンについていけなくなるのは困るっす。どうして私たちがこんな目に遭わなきゃいけないんですか。俺は信じねえぞ。ありえねえだろ。だよね、嘘だよね。不眠め、貴様らも感づいてるはずだ。奴が嘘をついてはいないということを。でも本当だって認めちゃった僕たち。さっきからてめえを知ってんだよ。殺し合い修学旅行なんだろ。だったら帰りだけ誰か殺せばいいんだろうが。誰かを殺す。やめろ。大丈夫か。うん、虚勢を張るのは弱き者の証だな。ああ、貴様ごとき邪眼を解放するまでもない。殺すぞクソガキ。やめておけ。無用な争いは好まぬ。うん、なあ、記憶を取り戻すためだって殺し合いなんて起きないよな。2年分の記憶に殺し合い。貴様ら凡人に今のまま冷静な判断をすることは難しい。今日はもう遅い。まずは睡眠をとるぞ。シンプル。明朝全員で対策を練る。これからは各々が自分がすべきことをしっかりとするんだ。いいな。こんな絶望的な状況になるなんてね。何のためにモノクマってやつはこんなことを。許せないよね、殺し合いなんて絶対に。そうだよ、僕たちは力を合わせてこの絶望に立ち向かわなくっちゃ。最初に声をかけてくれたのが狛江田でよかった。うん、僕も日向君がいてくれてよかった。これはそうか、なるべくバレないように動きたかったがやるしかないだろうな。お前ら、グッドモーニング。今日も全開気分で張り切っていきまししょう。おはようございます。みんな早いな。戸上君とくずりゅう君がまだみたいだね。はあ、私も眠いから帰ろうかな。あ、クソでもしとるんじゃねえかな。クソでもしとるんじゃん。ちょっとのきょしとるんじゃん。なんでねえかんこまえた、いきなり老けちゃったね。実はゆうべ殺されちゃってたりしてね。もう死者が出たんすね。勝手に殺すな。自分で招集しといてギリギリに登場とかありえなくない？喜べ、今夜パーティーを開催することにしたぞ。パーティー？ああ、朝までの盛大なパーティーをやる。ねえ、今の私たちにパーティーなんてする意味がある？意味などどうでもいい。僕は賛成だな。いや、こんな時だからこそみんなで親交を深め合っておくべきなんだよ。確かにその通りかもしれませんね。ソニアさんが言うなら。おっしゃ、やるならパーやろうぜ。頼むなよ。料理は全てお前に任せてやる。やるからにはこの俺の舌を満足させてみろ。なんて上から目線。任せといてよ戸上君、昨日はありがとうね。小太りがは。さて問題は全員が一緒にいられる場所だが、じゃあこのホテルの休館なんてどうだろう。大広間と厨房しかない古い建物だったんだけど、少し片付ければ使えると思うな。ほう。へえ、片付けなんてやだ。じゃあ9時で決めるっていうのはどうかな。こんなこともあろうかと。ほら用意良すぎだろ。どんなことがあると思ってたんだよ。私はみくじだません。今日は神様があんなにふさわしいくじに書き換えてんだよ。今日がふさわしくですね。そうだ、やろうぜやろうぜ。頑張ったよ二代君。はい、一本ずつ持っていくよ。せーの、うわっ、僕が当たりだ。お前超高級級の幸運のこそに全然ついとらんの。怖いよ。では夜のアナウンス後に休館に集合だ。いいな。くずりゅうには私が伝えておこう。じゃあ花村君行こっか。この花村てるてるがピチッと世界一おいしいパーティー料理をごちそうするよ。よし、一旦解散だ。モノクマに閉じ込められたでちゅ。ドッキドキ修学旅行のはずが、どうしてこんなことに。ぷぷぷ。午後10時になりました。それぞれ自分の部屋でゆっくりとお休みくださいませ。うわ、すごいな。大量だ大量だ。止まらねえ。飯は食うてが止まらうまいに決まっているだろう。ありがとな花村。お安いご様子だ。それじゃメインディッシュの巨大チキンのオーブンの丸焼きを焼いてくるよ。まだそこを見せていなかったとはな。貴様の技の多さには驚かされるぜ。オメガメンバーにいて本当によかったね。焼き上がるまで10分ぐらい、何があっても離れられないんだけどいいかな。花村、命令だ。チキンを焼いてこい。じゃあ焼き上がったら持ってくるね。おっ、ハンドルさん10分だよ。やっぱりくずりゅうは来なかったんだな。すまない、パーティーの件は伝えたのだが。ペコちゃんが謝ることじゃないって。うまいっすね。改めてパーティーの開始を宣言する。戸上の名にかけてだ。まさかこの戸上白夜が豚足ちゃんなどと呼ばれる日が来るとはな。あれ、怒らないんだな。なぜ俺が怒る必要がある。俺戸上のことを誤解してたかも。傲慢で鼻持ちならない、いけすかないやつだと思っていたか。なあ戸上、このまま誰も殺人なんて起こさないんだ。簡単に人を信用するな。島から出たい、記憶を取り戻したい。俺たちには十分な動機が用意されてしまった。人はお前が思っているより脆いものだ戸上。だが安心しろ、犠牲者などこの俺が一人も出さん。どうした兄弟、大丈夫か？ちょっと悪いが、わしゃ部屋に帰らせてもらうぞ。勝手にここから出ることは許さない。止めてくれるのは男には行かねばならん時がある。クソを漏らしたとあっては男は廃るわよ。バカな、貴様はなんだ。俺様の魔剣のイヤリングが消えた。何？悪空間に消したんだだと。なくしただけだろ。ダメだ、クソが、クソが何を。なあ、マジで俺が全部食っちまっていいのか？行くよ。ああ、いたがみ、写真撮るよ。今じゃないだろう。何なんだお前たち。俺様だ。限界じゃん。お前たち、もう少しおとなしくできないのか。うわ、停電。おい、何も見えねえぞ。真っ暗だよ。お先真っ暗だよ。みんな落ち着いて、こういう時は落ち着かないと。ああ、足踏まないでよ。おい、お前何をしている。やめろ。いた。電気つけろって、飯が食いづれえじゃねえか。みんなどこにいるの？停電って厨房だけじゃないの？ブレーカーが落ちたんじゃないんですか？魔剣のイヤリングの呪いだ。そうなんですね。ソニアさん、停電ですよ。闇に飲まれろ。確か入り口に配電盤があったはずだ。あったぞ、これだな。踊りましたね。みんな無事か？はい、あった。ひなたくん、あれ、ピンポンパンポーン。死体が発見されました。一定の自由時間の後、学級裁判を開きます。学級裁判？裁判するの？一体何のために？学級裁判では犯人、黒は誰かをお前らに議論してもらいます。黒、犯人のことだね。そこでお前らが導き出した答えが正解だった場合には、秩序を乱した黒だけがお仕置きとなります。ただし、もし間違った場合はお仕置きされてしまいます。正しい黒を指摘できた場合は、黒だけがお仕置きされる。犯人を当てろってこと？正しい黒を指摘できなかった場合、間違った投票をした生徒はお仕置きされる。お仕置きって何すんのよ。ああ、簡単に言えば処刑ってところかな。処刑？ふざけるな。何か学級裁判だ。戸上が目の前で死んでるんだぞ。一体誰が彼を殺したのでしょうかね。超気になる。本当にこの中に犯人がいるのですか？人殺しの黒は間違いなくお前らの中に潜んでいるんやで。そんな、だって。お前ら頑張ってね。おい、戸上、なんでだよ。犠牲者を一人も出さないって約束したのに、そのお前が犠牲者になってどうすんだよ。本当に殺されてやがる。てめえでみんな集めといて殺されてりゃ世話ねえな。クズリュウ、お前いい加減に。俺が犯人じゃねえってことはてめえらのが分かってんだろ。最低ね、あんた。最低なのは俺じゃねえ、犯人だろうが。間違ってねえけどよ、言い方ってもんがあんだろ。とっとと捜査して犯人見つけろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。トンソクちゃんよりあんたが殺されればよかったのにね。もうやめてください。ここで混乱したらモノクマや犯人の思うツボだよ。さっきのルールだとちゃんと犯人を探さないと全員処刑になっちゃうわけだし。ななみ、どんな難しいゲームにも突破口はある。みんなで犯人を探すぞ。あれ？んな空気になっちゃった？ふん、人間風情が俺様に意見するとは面白い。そうだよね、絶望に立ち向かってこその希望だよね。やるしかないのか。モノクマファイル？死亡状況や時間、死因なんかがアップされるわけか。死亡推定時刻は22時半、死因は刺殺？まんまと乗せられやがって。おい、私もちょっと気になることがあるから見てくるね。買い詰めよね。僕ももう一度厨房を調べてくるね。血痕はテーブルクロスの中だけ、外にはほぼありませんわ。やっぱり犯行はテーブルの下で行われたってことだよね。なるほど、別の場所で殺されたんならもっと周りに引きずった跡ができるよな。なんじゃこりゃ、なんかやらしい匂いがするの。なんだこれ。アンシスコープじゃないかな、暗闇でも見えるやつだよ。犯人がこれを使ったってことっすかね。アンシスコープ、これを使ったやつは停電が起きることが分かっていた。いやいや大丈夫か積み木。先生大丈夫です、超高校級の保健員ですから。まさか摘木さんに死体の検視をしてもらうことになるなんてね。やっぱりこのナイフが凶器なのか。もうちょっと傷口を見てみないと。あれ、ひなたくん、これは何だろう。これは蛍光塗料。ナイフに蛍光塗料、これって暗闇の中で見つけるためだよな。なあ、なんでこんなところにアイロンが3台もあるんだ。3台ともさっきまで電源が入ってたっぽいな。しかしあれだな、この部屋は夏だというのに随分と寒いの。もしかしてやっぱり。平田君どうしたの。エアコンのタイマーが22時半に設定されてる、出力も最大だ。そうか、じゃあさっきの停電は。このアイロン3台とエアコンが全部同時につけばブレーカーは落ちるはずだ。あの停電は犯人が仕掛けたものだったんだ。やはり輪廻の果てに我が元に戻ってくる定めだったのだ。どうしたの。魔剣のイヤリングが見つかったのだ。あ、ナナミも手伝ってたのか。俺様が世界を全て暁には領土の6分の1をくれてやってもよい。うん、大丈夫。うん。おい、これが戸上のポケットから出てきたんだけどよ。これは殺害予告？一体誰が。名前書いてないみたいですけど、これ書いたやつが犯人っすよね。戸上は殺人が起きることが分かっていたのか。だからパーティーを。だとするとあのアンシスコープを使ったのは犯人じゃなくて。ねえ、これ停電の直前に撮った写真なんだけど手がかりにならないかな。あ、みんな楽しそうっすね。うん、何かの役に立つかもしれない。いや、必ず役に立てるよ。平田君、そろそろ。ああ、テーブルクロスの血痕、アンシスコープ、3台のアイロンとエアコンのタイマー、戸上の持ってた脅迫状、見つかったイヤリング、小泉の撮った写真、何かが見えてきそうだ。そろそろ始めちゃいますか。お待ちかねの学級裁判を。なんだよこれ。本当に裁判場なんだ。これが学級裁判。お前らそれ急げ、やれ急げ。そこに立てってことですかね。はっとさっさと行きなさいよ。どうせ行くしかねえんだろうが。それでは早速始めましょう。犯人が誰なのか話し合え。ってことだと思うよ。堂上はテーブルの下でぶっ殺されてたんだろ。だったら怪しいのはこの家にいた連中だろうが。ねえ、戸上君はどうしてテーブルの下で殺されたんだろう。犯人が殺した後で死体を移動させたとか？偽装ってやつだね。それは違うぞ。戸上が殺されたのは間違いなくテーブルの下だ。その推理はピンボケだよ。そんなの言い切れないじゃん。いや、テーブルの周りには血痕がなかった。あれだけの出血だ。殺されてから移動させたんならもっと周りに血がついてるはずだ。うん、まあそうだね。じゃあ戸上が殺されたのはテーブルの下ってことで。あ、しかし戸上はなんでテーブルの下に入ったのかの。停電になったから慌ててテーブルの下に潜ったのかな。いや、戸上は多分このナイフを取りに行こうとしたんだ。あ、いかにも凶器ですって感じのナイフっすよね。犯人はこのナイフをテーブルの下に隠しておいたんだ。停電になっても見つけられるように蛍光塗料まで塗って。なんで犯人は停電が起こるって分かったのさ。これだよ。さっきのリモコン。あの停電が犯人が仕掛けたものだったんだ。アイロンとエアコンのタイマーを利用して計画的にブレーカーを落とした。すごいや、日向君。犯人は計画通りブレーカーを落としてテーブル下にナイフを取りに行こうとした。戸上君はそれを止めようとした。あ、暗闇の中で戸上は犯人見てたっつうのかよ。停電中はめちゃ真っ暗っすよ。俺様の邪眼ならともかく凡人には何も見えまいな。いや、それは違うぞ。俺様の邪眼を否定するだと。それも違うんだけど、戸上が暗闇の中で動けた理由はこれだ。なんだこれは。暗視スコープだ。戸上はなぜこんなものを。ここで殺人が起きるって分かってたみたいじゃん。ああ、戸上は殺人が起きることが分かっていたんだ。え？これを読んでくれ。警戒せよ。今晩最初の殺し合いが起きる。暗闇の中必ず誰かが誰かを殺す。誰かが戸上に宛てた脅迫文だ。暗闇の中必ず誰かを殺す。それで暗視スコープか。戸上さんは殺し合いを防ぐためにパーティーを開いたんですね。そんなまどろっこしいことしないでみんなに言えばよかったのに。できなかったんだよ。その手紙のことを話したら私たちはもっと疑心暗鬼になる。だから戸上君は一人で殺し合いを食い止めようとした。戸上、おめえさんというやつは。そして犯人はそんな戸上の心理さえ利用したんだ。全部犯人の計算通りだっていうの。きっとあと少しと思うよ。犯人が分かった。小泉さん、停電の前に撮った写真見せてもらえる？うん。うん、やっぱり。ななみ、見せてくれ。そんな嘘だろ。平田君、どうしたの。あの暗闇の中テーブルの下に潜り込めたのは狛江だ。お前なのか。え、お前はこの場所を提案して片付けもすることになった。お前ならナイフの仕掛けも停電の仕掛けをする時間もあったはずだ。いやちょっと待ってよ。僕がこの部屋の掃除をすることになったのはくじで決まったからだよ。あのくじってあんたが用意したんだよね。イカサマでもしてたんじゃねえのか。いや、超高校級の幸運。あのくじで当番になることが分かっていたのか。反論があるなら言ってくれ。俺だって信じたくないんだ。一緒に捜査したお前が、あんなに優しいお前が戸上を殺した犯人だなんて。狛江だ。どうなんだよ。結論から言うと大正解。そう、全ては僕が仕組んだことだったんだよ。超高校級の才能を持つみんなが仲間の死という絶望に立ち向かうなんて素晴らしくて美しいんだろう。狛江だ。お前急に何なんだよこいつ。戸上君に脅迫状を出したの僕なんだ。テーブルの下にナイフを仕掛けたのも僕だよ。暗闇の中移動したのも僕だ。もちろんあの停電を引き起こしたのも僕だ。お前だ。それがお前の本性なのか。ずっと俺たちを騙してたのか。それはそれは違うよ。僕なんかがみんなを騙すなんてとんでもない。戸上君は立派なリーダーだったよね。そんな彼が真っ先に殺されるなんて、なんて絶望的なんだろう。希望がより輝くための踏み台にはふさわしいんだよ。てめえわけわかんないこと言ってんじゃねえよ。君が戸上君を許せないよ。お前だ、どうしてさっさと投票始めろや。この変態ぶっ殺してやる。恐ろしい事件だったけど、犯人が分かればもう怖くないよ。私なんかが言うことなんで本当に間違ってるかもしれないんですけど、あ本当に駒枝さんが犯人なんでしょうか。彼はもう自白しちゃってんだよ。黙ってるわけなぶた。積木さん聞かせて。戸上さんの体の傷って直径5ミリ程度の刃物で刺された傷なんですよ。直径ってナイフよりガリガリに細いじゃないですか。じゃあ凶器はナイフじゃないってことか。積木さんの検視結果なら間違いないね。さすがは超高級な保険医、すごいや。てめえは犯人じゃねえって言いてえのか。みんなよかったね。僕に投票してたら犯人以外死んじゃうところだったよ。諦めちゃダメだよ。みんなは希望の象徴なんだからさ。こまえだ、お前は何がしたいんだ。